皆さん、こんにちは。信子鉄道へようこそ。本日は、大阪府大阪市、大阪東線の淀川橋梁に来ています。淀川がゆったり流れ、少し離れた場所には、梅田のビル群を眺めることができます。今回はこの場所から、2022年の春のダイヤ改正で、置き換えが発表された201系電車を撮影してきました。201系の最後の雄姿を、ぜひご覧ください。
だでしたか。2010年の新大阪浜天館開業以降、約3年の短い期間の活躍でしたが、沿線の風景にうまく溶け込んでいたように感じました。国鉄電車特有のモーター音を響かせながら走る姿はやっぱりいいですね。それではこの動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。